続きまして特別講演を開催いたします。日本の AI 技術現状と展望と題しまして、国立研究開発法人産業技術総合研究所フェロー人工知能研究センター研究センター長辻井淳一様にご講演いただきます。辻井様は1973年に京都大学大学院を修了後、マンチェスター大学教授、 東京大学教授などを歴任され、現在マンチェスター大学教授を兼任、東京大学名誉教授でもいらっしゃいます。また2010年には紫綬褒章を受賞されております。それでは辻井様、よろしくお願いいたします。あ、えっと、それではあの、三層兼の辻です。えっと、まあ、あの、これから、 えっとまあセンサーの話から人工知能の話に移るっていうことで、えっとその前座としてえっと人工知能の話のまあ入り口的な話をさせてもらったらと思います。でこれがあの今日の話の流れなんですけど、まああの実際にこの10年間ぐらいで AI っていうのがかなりこう進歩してきたことは確かなわけですね。 で今こう2つにこう分かれてると思うんですけど一つはこう積極的にあの社会のいろんなところに AI 技術を使っていきましょうと、まあ、そういう形で、えっと、AI のまあ社会実装というのがまあ急速に進んでるという話が一つですねそれからもう一つ実際にこう社会実装をやってみるとまだ足らない技術っていうのがまあ見えてきたっていうんですか。 これからどういう形の、えっと、技術を作っていかないとダメかっていうのが分かってきたと。まあそういう意味では、えっとまあ、AI の基盤技術としてどういう研究をしていくべきかという、まあ、そういう2つの話があるかと思います。でまずこう背景の話なんですがはい。えっとまあ背景的な話を言いますと、えっと、実際に と AI というのはこう3つのブームがあったというふうに言われるんですけどまあ初期の全盛期の半ばぐらいから始まった AI というのは比較的こうおもちゃの問題を取り上げて探索の研究っていうんですかえっとある状況で何をやったら正解にいくかというのが分かってない時にまあ基本的には先読み的なえっとことをやってうまくいくやり方を選ぶと。 まあそういう探索の研究というのがかなりやられたわけですねでそれが第一期のブームというわけですそれから第二期のブームになるともう少し現実的な問題を解きましょうと例えば、えっと、お医者さんのやってる医療診断みたいなことをやりましょうとでその場合だとお医者さんっていうのは何かある種の知識を持ってるのでそのお医者さんの持っている 診断に関する知識っていうのを規則として書いてあげましょうと、まあ、そういう知識の時代っていうのがあったわけですね。でそこから、えっとまあ、冬の時代があって、えっと、現在の深層学習機械学習の時代が来るっていう、まあ、そういう3つの流れがあったかと思います。でまあ、そういうい意味ではここのえっと前の2つのの前つ時期とこの えっと現在のブームの中にはちょっと大きな切れ目があるんですね。で実際にはどういう切れ目があったかっていうとこの間にえっとビッグデータの時代っていうのがあるわけですね。たくさんのデータを取ってくるとそのデータの中に潜む規則性っていうのが見えてきますよとまあそういうビッグデータの時代があるわけですけどそっから一歩進んで。 今度はデータをたくさん集めると、そこからもう対象のモデルが作れると、だからえっとデータをもとにして予測をしたり、えっと推論したりするっていうことまでできるんじゃないかっていうので、現在の AI ブームっていうのはできているっていうふうに考えてます。まあそういう意味では最初の二つの機関っていうのがどちらかというと情報処理まあ。 計算機科学から出てきた AI ということになるわけですが現在の機械学習深層学習というのはそれに対して数理科学的な、えっとまあ、数理論的な、えっと、AI というふうになっていると思います。でそれがこう2つこう重なってきて、えっと、プログラムとして、えっと、いろんなことをやらせるという話と、えっと、数理的な 規則性を取り出すというその2つの技術っていうのが重なって次の AI まあ現在の AI もそういう傾向があるかと思いますそういう2つの情報処理と数理科学っていうのがより集まってきたというのが現在の AI だと思います。でそういう意味では AI っていうのが情報処理のやり方っていうのを大きく変えたっていうふうに 言ってもいいと思うんですね、えっとまあ、基本的な情報処理っていうのは、えっと、人間が分かっていることをプログラムとして計算機で実行させてあげましょう。とい基本的にはなんか我々が分かっていることをプログラムとして、えっと、計算機に与えるというのが、えっと、まあ基本的な情報処理のパラダイムだったわけですね。でそれが 今ビッグデータから来た AI というのは何をやっているかというと何かあんまりよく分かってないことがあった時にデータをたくさん集めてくるとその中で、えっと、モデルが作れると。えっと、自分たちがまあ人間の方が分かってないことも大きなデータを集めることで、えっと、中で何が起こっているかのモデルができて計算機がそれをもう 処理できるようなところまで持ってきてくれるっていうことになるわけですね。でもともと、えっと、A. I. というのは。えっと、情報処理のパラダイムの中では、えっと、分かってないことをやらせるっていう。えっと、分野ではあったわけですね。えっと、一番最初の、えっと、探索の時代でも。えっと、ある状況で、何を打ったらいいか、まあ、将棋とか。こう考えてくれたらいいわけですけど、どういう手を打つと。 勝つかっていうのがわかんないので、えっと先読みをやらしてで、それが探索の時代だったわけですね。で、先読みをやって、えっとある局面でどういう手を打つのが勝ちに繋がるかっていうのを計算機の側が見つけ出してくれるということをやってたわけですけど、それがさらに一歩進んだんですね。例えばこういうこう写真を見せられて、その写真に猫が写ってますか？ 犬が写ってますかっていうのを分けてくださいとでどういう規則でやっているかっていうのを教えてくださいって言われても人間の場合規則が書けないんですねえっとなんとなく人間は見たらこれは猫だとか犬だとかってわかるわけですけどそういうどういうして判断してるかっていうのは人間はうまく説明することはできないでもえっと猫の写真と犬の写真を たくさん見せてあげて、これは猫、これは犬っていうのを計算機に与えていくと、計算機が自動的に判断するための規則を作ってくれるということに今のえっと AI というのはなっているわけですね。で、その二つがうまく結びつくと、えっと強でものすごく強いプログラムができたっていうのは、えっと探索をやっているわけなので、えっと最初の えっと探索の時代の a i の技術は使ってるわけですね。でただこの局面を見たときに。どのあたりを打ったらいいのかっていうの。を人間はなんとなく分かっているわけですけど。それをルールにして書くことはできなかったんですね。ところがたくさんの局面をいっぱい見せてあげて。えっとそれで。どういうふうに打つと勝ったかっていう。データがたくさん揃ってくると。 えっとどこに手を打てばいいかっていうのが、えっと、計算機が自動的に学習してくれるとでそういう2つの技術がつながると非常に強いこのプログラムができるという話になったわけですね。まあそういう意味では、えっと、今の AI っていうのは、えっと、AI に閉じてるわけではなくて、えって、と、情報処理の新しいパラダイムを作り出してるっていうんですか。 データをたくさん与えると計算機の側が、えっと、計算のモデルを自分で作ってくれるとでそういうパラダイムで、えっと、情報処理ができるようになったというわけですね。でそれでまあ今の AI というのが非常にたくさんのところに使われているわけですけど、えっと、ただ、えっと、日本で、えっと、どういう形の AI をやったらいいかっていうときに。 えっと、例えば Google だとか Facebook がやってるような、えっとまあ、基本的にサイバースペースの中での AI っていうところを、まあ、やるべきでは僕はないだろうと、まあ、日本がやるんであれば日本の強みであるような、えっと、実世界の問題を実際に解いていく例えば製造業であるとか健康であるとか、えっと、そういう問題のところに AI を適用 していきましょうで、しかもえっと社会的課題っていうのは日本の中でいろいろ顕在化してますから、そういうところに AI を使っていくことで新しいタイプの情報処理パラダイムを社会問題の解決に使っていきましょう。そういう AI を作るのがいいんじゃないかというふうに考えてます。でもう少し違った言い方をすると、えっと。 初めの2つの機関の AI というのは人間のこう思考の部分に焦点を当てたわけですね。人間はどうやってものを考えてるのかっていうところにえっと AI というのが使われてたというわけなんですが第3期の AI 今の AI というのはえっとそれに対してえっと戦線が非常に強くなってきた。えっと、かなりたくさんのデータが 実世界から入ってくるということになったわけですね。だから頭の中で物を考えるっていうだけではなくて、目とか耳を持ち出したっていうのが非常に大きいということになります。それからもう一つは、えっと自動走行のえっと車であるとかロボットのように、えっと実際にえっと社会に対して働きかけることもできるようになってきたと。 だから、まあ、ロボットが典型だと思うんですけど手ととか足を持つよううになったというわけですねだから、えっと、脳の中で考えるっていうことの、えっと、両端に、えっと、目と耳と手と足を持ったっていうのが今の AI になってるわけですね。でここの部分っていうのは実は、えっと、過去の AI ではなかなかやれなかったんですね。えっと、どどううして先ほど言ったように えっと、猫と犬が区別できるのかっていうのを説明してくださいって言ってもなかなか説明できなかったわけですけど今の AI っていうのは大きなデータをたくさん取ってあげると、えっと、認識系っていうのが、えっと、ある程度できるようになってきて、えっと、計算に乗り出すようになったとそれからこの、えっと、こう行動する方も、えっと、例えばどうして人間は 自転車に乗ることができるのかっていうのを説明してくださいと言われてもなかなか説明できないわけですね。えっと、言葉でもって自転車に乗るにはこうしたらいいっていうのを説明できない。ただ、えっと、試行錯誤、えっと、失敗して成功してっていうのを繰り返してると,、えっと自然にこう人間は乗れるようになるわけですね。でここもやはり、えっと、大きなデータっていうんですか成功と失敗を。 計算機が勝手ににやるることと。で、えっと、徐々に賢くくなってくるとだからこういうこう説明できないような部分が、えっと、データがあると,、えっと計算の体系に乗ってくるということになったわけですね。そうするとその2つを、えっと、この思考と結びつくと、えっと、まあ小林先生がおっしゃられたような、えっと、データから取ってきてそれから判断まで計算機がやれるようになる。 この部分と、まあ、こういうセンシング認識それから行動というのが結び突き出したことで今の AI というのは非常に強くなったというわけですね。でそれができるようになったというのは実は計算機が飛躍的に進歩したというわけですね。 えっと、うまくより集まったことで今の AI というのは非常に強力なものになったということです。で、えっと、先ほど言ったように、まあ、AI というのはかなりそれで使えるようになりましたと頭の中だけで考えているわけではなくて、えっと、目と、えっと、手足を持ち出したことで、えっと、かなり実効性のある問題が解けるようになったというわけですね。でそれで社会実装というのが進んでいます。 でこのあ、えっと私のあとでこう話す、えっと、スマート社会実現というのは、えっと、社会実装実際に日本が持っている課題を解決するために AI をどういうことをやるべきかという話がされることになっています。まあ,あのそこで細かな技術的内容は出てくると思うんですけど、まあ、我々のところでやってることでも例えば 製造業の中の、えっと、放電加工のような,、えっと、なんかその実際に放電をして加工してると状態が変わるっていうのがセンシングできるわけですけどその状態が変わった時にどういうふうに対応したらいいのかっていうのまで AI が考えてくれると、えっと、実際に加工していって状態が変わった時に、えっと、それに応じて動きを変えることができると。 そういう AI というのが出来出しているとかあるいは化学プラントのような大きなシステムがあったときに化学プラントというのは気候の状態がちょっと変わると雨が降ったりすると状態が変わるわけですね温度が変わりますからそれで状態が変化するわけですけど変化したときにどういうふうにパラメータを調整してあげると また定常状態に戻るかと、そういう判断まで計算機にやらしてあげましょうと。で、これはえっとこのプラントの中にえっといろんなえっとセンサーが埋め込まれているわけですけど、そのセンサーで状態が変わったということがわかると、どういうふうに動かせばいいかっていうのを計算機の側がえっと判断してくれて、そのように動かすと。で、そうやって動かしたときに。 状態がどう変わるかっていうのを人間に見せてあげてまずいように動いてるっていうんだとまあ人間が介在するわけですけど、えっと、それでいいっていうんであればもう計算機に任せればいいと、まあ、そういう意味では大量の、えっと、データから、えっと、計算機が判断して動きを決めてくれるということができるっていうわけですね。でそういう,こう社会実装がどんどん進んでるわけですけど実際にやってみると。 まだ問題はたくさんあるっていうことが分かってきます。でそのえっとまあこれがえっとこの休憩の後にえっとあの説明される共進化 AI というところでえっと我々は三つのえっとああのテーマを立てて研究をしています。でこれもえっと小林さんの話に少しありましたけど、まあ説明できる AI っていうんですかデータがたくさん集まってきて なんか計算機が何かやってくれるっていうことなんですけどそれが完全にブラックボックスになっちゃうと、えっと、人間がこう、えっと、改善することがもうできなくなっちゃうわけですねで何か失敗した時になななぜ失敗したかもかもわらなくなる、まあ、そういう意味では、えっと、人間とうまく協調しようと思うと,、えっとデータがたくさん集まって何かやってますねっていう、えっと、ブラックボックスでは困るわけ。 で,す、ね、でそれをえっと実際にやってるのがこの研究の例です。えっとまあ、真相学習という、まあ、ブラックボックスになりやすい人工知能のテクニックがあるんですけど中で何が起こってるかっていうのを人間にうまく見せてあげてこれはあんまり使わない方がいいですよとかこれは積極的にえっと使っていったらいい特徴ですよっていうのを教えてあげると実際に精度が上がるんですね。 だからまあブラックボックスである、まあ、データが膨大にあるわけなのでそれをうまく見せてあげて中で何をやってるかっていうのを、えっと、人間が介在できるようになると、えっと、より精度の高い、えっと、AI というのができてくると。でその場合には AI が人間を見ていて。 えっと人間が今何をしようとしているのかっていうのをえっと判断してそれを助けてあげるっていうようなえっと AI もできるでしょうと、まあ、そういうことをやるためにはえっと AI が人間と同じようにえっと社会を認識してるっていうんですかこのデータの世界だけではなくて知識の世界でも人間と同じようなえっとことをまあ認識してるっていうのが 保証されてないなとうまく協力できないということで、えっと、このデータと知識とうまくつないでいこうという研究をしています。まあ、それ以外にちょっと時間がなくなってきたので、えっと、ちょっと飛ばしますけど容易に構築できる AI というのは今の AI というのはいろんな問題解いてくれるんですけど一つ一つのシステムごとにかなり作り込みをやらないとうまくいかない。 でこれから AI が広い社会の中で実装に移っていくためには、えっと、あるところで成功した AI を次のところにすぐに使い回しができるっていうんですかそういうこうエンジニアリングとしての方法論っていうのをうまく確立してあげないと次のステップにいかないでしょうというのが、えっと、容易に構築できる AI まあここでもいろんな研究を今やってるという。 ですね、それからもう一つは、えっとまあ、これから使われる AI というのは信頼性が高くないと製造現場で使っているあるいは人間の健康に関わる部分で AI が使われているっていった、えっときに、まあえっと、突然こう変なエラーをしてしまうというようなことがあるとそういう AI は使えないわけですね。で信頼性をどう 担保していくかっていうのも、えっと、次の。A. I. ではかなり大きな問題になるでしょうと。まあ、そういう研究を現在やってるところです。で、まあ、あの、そういうことをやってると。えっと、何が分かってくるかというと。えっと、まあ。データを使って。えっと、いろんな判断をしてくれる A. I. というのは。それなりにできましたと。ただ。えっと、人間はもっと。 えっと対象に関していろんなことを知ってるわけですね。で、そういう人間が知っていることとえっとデータで分かることをもっとこううまく融合してあげないと、データをたくさん集めれば何かできますよって言うだけでは高度なことはできない。で、次のステップとしてはえっと大量のデータからえっと学習する AI からさらにえっと知識を埋め込んだような AI っていうんですか。 えっと人間が分かっていることをえっと AI の中にうまく入れ込んであけるような AI をきっちり作るっていうのが大事になってくるだろう。でまあ我々としては先ほどこう3つの柱があるって言いましたけど、えっと、次のステップとしてもっと積極的にえっと人間の知識っていうのを組め込んだものと,、えっとデータからの AI っていうのを融合していくというのをやっていく必要が あるんじゃないかというふうに考えています以上です辻井様ありがとうございました